9月2日金曜日午後5時10分の日本海は雨が降り出しました。風がないので傘さして撮影はできてます。海のうねりは随分小さくなりました。昼から北うねりが強くなる、北東のうねり強くなるっていう波予想何だったんですかね。あれね、こちらも無風で筋のようなうねりがショアブレイクしてますね。ショアブレイクの音はしっかりドバーンってしてますね。気温は25度ぐらいです。風はありません。今雨もやみ、ほぼやみました。海には今までいい感じのうねりがここのとこ入ってたんですけどね、ほぼ筋のようなうねりがインサイドからショアブレイク。明日どうですかね。